サライは、谷村新司と、香山雄三の制作により誕生した楽曲である。1992年11月16日に、シングルとしてリリースされ、オリコンチャート20位を記録している。日本テレビ系列各局と沖縄テレビが、年1回放送する、チャリティ特番、24時間テレビ、愛は地球を救うの、テーマソングとして使用されている。百九十二年の、 第15回記念として、香山雄三がギターで作曲し、全国の視聴者から寄せられた愛のメッセージをもとに、谷村真嗣が代表作詞として取りまとめ、24時間以内にそれを一本の歌として制作しようという試みが行われた。なお CD には参加していないが、歌唱指導を、坂井正明が曲制作の模様を伝える役を、生島博士が担当している。 完成した曲は、以後毎年のように、番組のエンディングで、谷村、香山のメインボーカルにより出演者で大合唱される。また、2014年2017年はオープニングでも、歌唱された。CD の売り上げによる印税の一部は、同番組のチャリティ募金に充てられた。カラオケで発生する著作権料の一部も、チャリティ基金に充てられている。実際に、 番組のフィナーレで流れる曲は原曲をアレンジしたバージョンである。楽曲に合わせた振り付け、手話コーラスも存在し、番組のエンディングにステージ上で日本テレビ小鳩文化事業団の手話コーラス部によって披露されている。2003年の24時間テレビ26ではチャリティーマラソンを行った山田花子が放送内にゴールできず、 さらには1時間以上の遅れが見込めるものだったこともあり、総合司会を務めた徳光和夫の呼びかけで花子への応援を兼ねて生放送終了後にもう一度本曲の大合唱が実施された。発売から28年以上経った2021年2月現在でも本作品は発売当時の8センチメートルシングルのままカタログに残っており、発売元が ソニーミュージックレーベルズアリオラジャパンに移管された上で販売され続けている。日本テレビによると曲のテーマは心のふるさとであり、サライという曲名はペルシア語から来ていて直訳は宿。さらに日本テレビによると本曲には砂漠の中のオアシスという意味も込められている。宿や砂漠の中のオアシスが曲のテーマ心のふるさとに近いから サライという曲名になったのである、と日本テレビは説明している。24時間テレビのテーマソングとして制作された楽曲ではあるが、日本テレビ系列の他番組やイベントなどでも使用されている。さらに、他曲、他の媒体でもこれらを指す暗誘の演出として、負けないでと共に演奏、歌詞の一部が使用されることがある。いわゆるセルフカバー作品としての扱いであるが、谷村。 香山共に発表を済ませている。その他、谷村と香山はそれぞれ、サライの名を冠したアルバムを発表し、本曲のデュエット版をお互い収録している。愛は地球を救うで本曲を大合唱する様子。中継地は大阪出院21アトリウム。上海市では2007年9月30日、日中国交正常課長委員式の35周年を、 記念して、谷村が、発起人になり、東方文化芸術センターにて、日中友好コンサート、日中継手、世紀2007が開催される中で、曲名の一つとして谷村と、日中同性合唱団により、本曲が演奏された。2016年3月28日に、フジテレビ系列で放送された、音楽特番、FNS 歌の春祭りで行われた、視聴者アンケート企画。 2000人が選ぶ今聴きたい春の名曲百選に選出された。富士テレビ系列ミュージックフェア2700記念コンサート第1夜で谷村新司と石丸漢字出演全キャストで歌われた。さらいさらいオリジナルカラオケ専ム軽言語は右から左に読む。金文字は2016年現在の日本語の横組で一般である左から右の読みにした。 ありがとうございます。